新入社員は必ず見てください。仕事が好きになるミッションの見つけ方、そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフコーチのミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。突然ですけど、あなたは会社が好きですか？ワクワクしながら働いていますか？もし仕事が楽しくないのなら、それはミッションが見つかっていないから。昔の僕がそうでした。毎日毎日会社から営業ノルマが与えられる、それを毎日毎日こなしていく日々、自分が何がやりたいのか、何が好きなのかが分からなくなって、忙しくなって、ただ給料がもらえる、それ以外に喜びはありませんでした。そんな僕が仕事の中でミッションが見つかったんです。そのミッションが見つかった瞬間、つまらない仕事が面白い仕事に変わった、やらなければならないことがやりたいことに変わった、ストレスなく夢中になって働けるようになったんです。そしてその結果、トップセールスマンとして会社のすべてのアワードを受賞することができました。今回は今やっているその仕事がもっと好きになるミッションの見つけ方を紹介します。この動画を最後まで見ていただけたら、あなただけのミッションが必ず見つかる、そして仕事が好きになって最高の自分を表現でき、自分らしく働いて望んでいる結果を手に入れることができる。ですので最後までご視聴ください。このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための考え方、行動習慣、そしてライフスキルを紹介しています。もしあなたが自分らしく生きたい、自分らしく働きたいと願っているのであれば、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SNS でも毎日発信してますので、概要欄からつながってください。それでは早速いきましょう。仕事が好きになるミッションの見つけ方ということですが、まずはミッションとは何かです。ミッションとは、どうしても解決したい社会の課題と自分の得意なことの掛け算、これがミッションなんです。今やってるその仕事、その仕事の目的、そしてその目的のもっと先にある世界、それがミッションになります。自分らしく働いている人は必ずミッションを持っています。僕の友人もそうです。コーヒーを販売しているカフェの友人は、ただコーヒーを販売しているのではなくて、人と人がつながれる環境を作りたい、そのようなミッションを持って働いている。ママをマッサージするセラピストの友人は、ただマッサージするだけではなくて、ママがママらしくいれる時間をプレゼントしたい、そういうミッションを持って仕事をしている。ただコーヒー販売してるだけじゃないんです。ただマッサージしてるだけじゃないんです。その先の世界、ミッションを描いて、ミッションを持って今やってる仕事を全力でやる。だから生き生きしてるんです。だから楽しそうなんです。有名な寓話があります。レンガ職人の話です。3人のレンガ職人がいました。旅人が3人のレンガ職人に出会い、何をしているんですかと問いかけます。1人目は、親方の命令で積んでるんだよ、こんな仕事はもう嫌だと答えました。2人目は、壁を作ってるんです、大変だけど家族を支えるために、お金を稼ぐためにやっているのさ。3人目は答えました。後世に残る大聖堂を作っているんだよ、完成すれば多くの信者の拠り所になるだろう、この仕事につけて本当に光栄だ。このように同じ仕事をやっていても、文句を言いながら働いている人もいれば、目をキラッキラに輝かせてワクワク幸せそうに働いている人もいる。この違いは何か、そうです、ミッションを持ってるかどうかなんですよ。3人目のレンガ職人はミッションを持っていた。ただレンガを積んでるだけじゃない、レンガを積んだその先、その先にある大聖堂をイメージしながら働いていたんです。この大聖堂ができたら、世界中から困っている人、苦しんでる人はここに来てお祈りを捧げる、そして感謝をして、また自分たちの居場所に帰っていく、そんな誇り高い
大聖堂を作れるんだっていうことを喜びながら今レンガを積んでいた。つまりミッションを持って今やってることのその先の世界をイメージしながら働けば、どんな仕事でも楽しい仕事に変わる、つまらないことが面白いことに変わる、やらなければならないことがやりたいことに変わる、そしてそのミッションを原動力にして毎日夢中になって働けるんです。ある研究でも筋肉トレーニングの目的を事前に聞かされてトレーニングをしていたグループと、目的を何も聞かされずただ闇雲にトレーニングをしていたグループ、そのグループの結果ですよ、目的を聞かされてトレーニングしていた方が筋肉量が倍増したという報告も出ています。つまりただ闇雲にやるんじゃなくて、その意味、その目的、そしてその先にあるミッションを描きながら今この仕事をすると、あなたのパフォーマンスもぐんぐん上がっていくし、楽しんで仕事ができるということです。もう一度言います。ミッションとはどうしても解決したい社会の課題と自分の得意なことの掛け算です。どうでしょう、あなたにはそれがありますか？ミッションを持って今その業務をやっていますか？大丈夫です。ミッションがない、そんなあなたのためにこの動画を作りました。今からどうやってミッションを見つけるのか、それを解説したいと思います。こちらがミッションの見つけ方の方程式です。マスト、やるべきこと、キャン、得意なこと、ミッション、ミッション。もうすでにミッションを見つけてる人、どうしてもやりたいことがある人、そんな人はもうそれをやり続けてください。それをやってやってやり続けてたら、もっと解決したい社会の課題が見つかると思います。でも20代仕事をやり始めのあなたはなかなか自分が好きなこと、やりたいこと、ミッション見えていない人の方が多いんじゃないでしょうか。そんな人はキャンをやってください。自分がちょっと得意なこと、人よりもちょっとできること、その得意なことをやり続けていったら、その先にミッションが見つかります。得意なこともない、自分ができることは何もないんだ、安心してください。そんな人はマスト、今目の前に与えられていることをとにかく全力でやる、それを本気で 120% の力でやっていったら、自分の得意なことができていく。で、自分の得意なことをやり続けてたらミッションが見つかる。まさに僕がそうでした。マスト、キャン、ミッション、この順番でミッションが見つかったんです。社会人3年目、おかち、僕は絶望してました。この道を行けば成功がある、幸せがある、そう信じて25歳まで生きてきたんです。いい大学に行って、いい会社に行って、そこで出世をして、そこで結果を出せば幸せになれる。そしていい大学に行って、いい会社に行って、そして営業成績が和歌山でトップになりました。しかし全く心が喜んでないんですよ。大学時代スポーツをやっていた、あんなワクワク、あんな魂が震えるような状態じゃないんですよ。楽しくなかったんですよ。そして僕の上司、5個上、10個上、15個上の部長、支店長、係長、逆か、部長、いや課長、部長、支店長、その方の人生を見た時に、その人は幸せかもしれない、でも俺が5年後、10年後、15年後そこに行きたいかとなるとノーだったんです。じゃあね、会社から与えられるこのノルマをずっとずっとずっとやり続けた先に、課長の人生、部長の人生、支店長の人生があるんやったら、そこに行きたくないのに、なんでこのノルマをやらなあかんねんって、これをやった先に何があんねん、自分が求めていることがないんだったらこのノルマはやっても意味がないんじゃないか、じゃあ俺が進むべき道はどこなんや。そっからもうわけわからなくなりました。自分探しの旅です。今まで一本のレールしかない、そこを誰よりも早く進むことが幸せになる一番大事なことだ、そう信じて早く進む練習しかしていなかったのに、このレールではないところに自分でレールを作ってそこを進んでいく、そんなことやったことない、だからわからへん。いろんな本読みました、異業種交流会行きました、そして人にもたくさん会いましたよ。でも分からなかった。で、諦めたんです。その時に。
見えないものを見ようとするよりも、今見えること、この与えられることをとにかくやってみよう。そうです、目の前にはたくさんのノルマがありました。その営業ノルマをとにかく 120% の力でやりました。でやっていくと少しずつそれが得意になっていくんです。特にいろんな商品があった中で、自分はうつ病のお薬の情報提供をすることが得意だなって思いました。これならあんまり苦痛なくできるなと思いました。だからいろんな製品があったけど、そのうつ病の薬を販売するということに特化してやろうと思ったんです。だからその得意なことに対してものすごく勉強しました。うつ病の知識、どうやって診断する、どうやって治療する、で眠気が取れない患者さんにはどういう使い方をしたら患者さんが楽になって仕事にできるんだろう、いろんな文献を読んで、講座や説明会、本でも学習しました。実際にドクターとも話して、ドクターが悩んでる課題、悩んでる症例を聞いて、それを解決する提案をたくさんやりました。そういうことをやっていくと、お客様から、つまりドクターから嬉しい声をいただいたんです。岡崎くんが言ってる通りに薬を使ったら、仕事が行けなかった人が仕事が行けるようになったよって。今まで家でずっと引きこもっていたおじいちゃんが眠れるようになって、お孫さんと散歩ができるようになったよって。うつ病で苦しんで家事もできなかった奥さんが、ちょっとずつ自分がやりたかったテニスをやってみたいって気になって、この前の休みの日一緒にテニスをして楽しんだよって、そんな嬉しい声、喜びの声をたくさんいただけるようになったんです。こんなこと人生で初めてですよ。自分が勉強したことで感謝される、こんなことなかった。もちろんテストを頑張って受験に合格したら親に褒められた、そういう褒められたのとはまたちゃうんですよ。自分がうつ病に関して勉強して、こうやったら役に立つかなと思ったことを情報提供して、それが役に立って、眠れるようになって、仕事ができるようになって、毎日が楽しくなった、そんな声を聞かせてもらえたらますます嬉しくなったんですよ。その得意なことがどんどん好きになった。好きになったら勉強することは全く苦痛じゃない。より一層本を読んで勉強して、セミナーに行って講座に行って、先生の話をじっくり聞いて課題を抽出し、その課題に対して提案をたくさんやってきました。そういうことをやっていくと、どんどん得意なことがもっと得意に、好きなことがもっと好きになっていったんです。そしてミッションが見つかりました。ミッション、それはうつ病をなくすこと。もちろんうつ病を治すこと大事です。苦しい、眠れない、毎日が楽しくない、そして死にたい、そのような苦しい病気、その症状を取ってあげること、とても大切なことです。でもそれ以上に、うつ病にならないようにすること、これってもっと大事なんちゃうか、そういうふうに思ったんです。ドクターから苦しみの声、そして辛い悲しい声をたくさん聞いてます。それに対する文献を提供してきました。でも自分が本当に解決したいのは、そのドクターの先にある患者さんの毎日をもっとハッピーにすること、自分らしく生きられるようにすること、それをやりたい。うつ病を治すことじゃなく、うつ病をなくすこと、それがやりたいんだって、自分のミッションが見つかったんです。じゃあどうやったらうつ病をなくすのか考えました。自分のこれまでの体験を振り返って、その時に出てきたのがスポーツ教育だったんです。スポーツという場所は社会の縮図、社会で経験できるようなことをスポーツの現場で疑似体験できる。どれだけ頑張っても報われないことがある。目標を立てて、自分の役割だけじゃなくてチームの目標を理解して、自分がチームの中で役割を担うことが大事だ。自分の発言に責任を持って、怪我をすることもある、失敗すること、負けることもある、予期せぬトラブルもたくさんあった。でもそのトラブルが起きた時に悲しんでても仕方がない。どうやってこの事態を改善するのか、解決するのか、チームで話し合って、ああだこうだ言いながら試行錯誤して、トライアンドエラーしながら、みんなで前に進んでいく。
これって社会の現場やんって思ったんです。でそこで学んだことっていうのが自分自身社会で生かせたなっていう実感があったから、俺はスポーツ教育やなって、スポーツ教育をやってみようって思ったんです。スポーツ教育を学んでスポーツを通じて社会のリハーサルをすることができれば、学校で学んだこと、学校に行く前に学んでいたスキルや経験をうまく社会で生かせるんじゃないかって、そのように考えたんです。だから僕はスポーツ教育を学べるアメリカの大学に留学し、今ここで和歌山でスポーツを通じたライフスキル、生きる力を育む教育をやっています。僕の話を振り返ると、自分にはやりたいことがなかった、ミッションがなかった、得意なこともなかったんです。だからとにかく与えられているマスト、それを全力でやりました。それを全力でやればやるほど、できることがもっとできるようになって、できないこともできるようになっていったんです。つまり得意なことが増えていた、キャンが増えていたんです。そしてそのキャン、僕で言ったらうつ病の情報提供、そのキャンを一点フォーカスして、それを深掘って深掘って勉強して、そして挑戦してやっていたら、本当のミッション、うつ病をなくすことというミッションが見つかりました。だからあなたに伝えたい、もしあなたがミッションを持っていて、好きなことやりたいことが明確なんやったら、とにかくそれをやろ、それに対して使える時間を確保してそれをやるんです。それをやってったら、もっともっと深いところ、深いところに本当のミッションが見つかるから。そしてミッション、やりたいことがないんであれば、キャン、自分の得意なこと、ちょっと人と比べてできるなって思うことをちょっとやってみよう、追求してみよう、ゴンゴンガンガンやっていこう。そうすればその先にミッションが見つかるから。もしあなたにやりたいこと、そして得意なこと何もないって思ってるんやったら、でも目の前にやるべきことあるやろ、与えられる仕事あるやろ、とにかくそれを全力でやろ、相手が望んでる期待以上のことをとりあえずやってみよう。そうすれば周り、社会の中、職場の中で信頼関係ができていって、自分がやりたいことを言った時に聞いてももらえるようになるし、自分ができることがどんどん増えていく、で得意なことが増えていって、それをやり続けてたらミッションが見つかる。だから大丈夫、わからんかったら、やりたいこと見つからんかったら、まずは与えられていることを全力でやってみよう。若いうちは本当にいろんな仕事をいろんな人に任される、ど真ん中で自分がやりたいって思うようなこともあれば、そうじゃない仕事もたくさんある。その時に大事なことは、この仕事の先にどんな意味があるのか、これをやったらどんないいことがあるのかっていうのを想像するということ。それは自分にとっていいことでもあるやろうし、相手にとってもいいこともあるやろうし、社会全体にとってのいいことでもあるやろう。今やってるこの仕事の先にどんないいことがあるのか、その意味、その目的、そのミッションを想像しながら今を全力でやる。忘年会の幹事を任された、この幹事をやり続けた先にどんないいことがあるだろう。受付の仕事を任された、この受付の仕事をやればどんないいことがあるだろう。コピーの仕事をこんなたくさん任された、この仕事をやり続ければどんないいことがあるだろう。それを自分に問うねん。そうすればつまらんかった仕事が面白い仕事に変わる、やらなければならない仕事がやりたい仕事に変わるねん。ハフトゥーがウォントゥーになっていくねん。どんな仕事にも意味のない仕事なんかない。もし仕事がつまらない、面白くないなって感じているんやったら、それはあなたがミッションを見つけていないから。何のためにやってる、その意味は何なんや、これをやり続けた先にどんないい世界があんねん、誰を幸せにすんねん、それを想像しながらミッションを持って全力でやる。そうすれば夢中になって働ける。それをどうしても伝えたかったからこの動画を撮りました。俺はあなたがあなたらしく生きて最高のあなたを表現して働くことを心の底から応援してます。はい、ということで今日のテーマは仕事がもっと好きになるミッションの見つけ方です。ミッションを見つけるためにはマストをやる、そしてそれをやり続けたら得意なことが増えるのでキャンが見つかり、そのキャンをやり続けたらミッションが見つかる。マスト、キャン、
ウィルの順番で見つかる、そんな話をしました。少しでもいいね、勉強になった、ためになったという方がいれば、高評価ボタンを押していただいたら励みになります。このチャンネルではあなたがあなたらしく働くための考え方やライフスキルを全力で紹介してます。もし自分らしく働きたいとあなたが願ってるんやったら、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。 The End。 あ、もう一つありました。あの、概要欄にブログを貼り付けてます。そのブログでは本音で生きるための技術、自分らしく働くための技術を具体的に細かく解説してますので、そちらも合わせてご覧ください。 The End。 それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。働くにミッションを。